さあやっていきましょう。スノー実況パート6。もう早くも6ですね。アザラシです。やっていきます。なんかもったいつけてるんだよな、露天風呂に行くのに。なんかありそう、いかにもなんかありそう。妻の音だけで終わっちまった。おかえりなさい。やっちまった、この切るタイミング悪い。はいはい、おかずはそこに取り皿があるから好きなの取って食べてね。こういう旅館の食べ物のシーンってなると、あのすごいよ、マサルさんの花頭油取りサブローと対決前に料理出されて、しびれ全部それ偽物でしびれ癖だったし、あのシーンを思い浮かびますね。2回目また言ってしまった。はい、忘れてたわ、あなたちゃん。な、何を？もうすぐこの村でお祭りがあるの。え、そんなあったっけ？覚えてないぞ。決まってるじゃない、友人様のお祭りよ。友人様の竜神村。もう最近村ってあんまないよな。祭りは祭りなんだけど、平成の市町村合併によって。ちょっと違うお祭りなの。なんかちょっと思い出したような気がする。昔は祭りだったんだけどね。なんか湖に。今は鎮魂祭なのよ。鎮魂祭。伝説が秘伝だからよ。うん、まったかなたちゃん忘れてる。まあ昔のことだから覚えてない。あらあら。あらあら。そうだったわね。それでね、昔は竜神様が本当に降りてきて、それは賑やかなお祭りだったそうよ。竜神がなんかいるんだっけ。あんなことが起きてから竜神様がかわいそうだってことでね、あんなこと、竜神様を鎮めて平穏無事に過ごせますようにって変わったのよ。なるほどね。まあまだまだお話が、物語のお話がまだ全然見えてこないですよね。わかった。それと、かなたちゃん、ん、明日からいよいよアルバイト開始よ。やった。うん、また詳しい話は明日の朝にするから。そもそも人来るんかな、この旅館に。それがまず一番。楽しみにしててね。それがまず一番じゃないでしょうか。仕事を楽しみと言われても、というかアルバイト代はどれくらいのほどに、いかほどに。日給5000円ぐらいもらえるんかな。テレビを見ていた。ふわ、眠くなってきたな。そろそろ寝るか。俺はこたつから入ってると、隣の部屋の押し入れを開けた。よいしょ、布団引きずり下ろす。なんかゆっくりだな。足でちょいちょいと敷く。こたつを消してエアコンのタイマーをセットする。なんでここそんなにもったりして、ね、もう翌日ってすりゃいいのに、なんでこんなにもったり。やめておこう。また変なのが流れてきたら嫌だし、なんとか頑張って時期で起きよう。なんだろう、なんでこんなにもったりしてるんだろう。なんかありそうな感じがする、しない。しなかった。いや、した。夢を見ていた。また俺の気持ち悪い演技をしないと。しなくていいけどな。泣くなよ。字の本今まで読んでなかったじゃん、そういや。すげえもんな、このこれ。すげえよ、このフード。色がついた。てんてん。てーね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 ー、そのことを打ち明けた。あんまん、帰っちゃうよ。あんまんは帰らないぞ。お前、泣くか食うかどっちかにしろよな。ごめん、どっちもしていいから。
ごめんな、スミノ。やあ。やあったって。カナタちゃんと離れるの、やあ。スミノ。帰っちゃ、やあ。カナタちゃんいなくなったら、私。泣くな、もう泣きやめ。一人。なんとかして連絡を取る手段をなんかこう講じるとかさ。スミノの小さな体を抱きしめる。言ったろ、離れても。スミノは俺のお嫁さんなんだから。随分とまた言っちゃってるな。電話もするし、手紙も書くし、寂しくないだろう。ないだろう。低音が出ないように、うまいこと声出ないもんかな。明日の昼まで一緒にいられるよ。いられるよ。帰ってきて。やめた、この気持ち悪いのやめとこ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 。後で黒歴史となって、こんなの見せられた日には死んでしまう。1ヶ月後ぐらいでももう黒歴史だ、これは。下手したら1週間後とかでももう黒歴史だ。あっと。じゃあちょっと喋ってたら。ここセーブとかできるの？こういう感じか、セーブは。で、日付が変わる。やっぱり。やっぱあそこで。あ、じゃあ。もうちょい戻そう。面白いな、この面白いシステムになってますね。 L ボタンで高速スキップ、 R ボタンで。ここだ。ここで一旦の区切りとします。いや、やめとこ、6分だもん。一旦の区切りにしたかったけど、6分だもん。あと14分喋るわ。切れ目になってないけどな。なんなんだよ、たく。とか言ってそう。2月4日。また体操か。何これはあれですか、そういうあの自分で自分を慰める的な、そういうあれですか。まさかこれはあの時の声。うおー、こういうのは大歓迎だ。ちょっとおばさん臭くないですか。おお、もしもし。お？お兄さんのパンツの色何色？わからん、何が逆なのか。以上、いたずら電話で起こしてみよう。何が逆なのか。起きた。起きて。泣えました。期待して俺がバカだった。何を期待しているのか。昨日の続きのような夢だったな。しかもあれ完全にスミノだ。10年前の俺はあいつとこの村で遊んでいたんだな。あんな別れ方をしてるのに俺と来たらすっくり忘れてたぞ。電話も手紙も出さなかった。申し訳ないことをしたな。あいつはそれを知ってて何も言わなかったんだ。なんで電話も手紙もしなかったんだろうね。あんまり印象に残らなかったんだろうね、自分の中ではね。釣り日和、バイト日和。バイト日和よ。言うと思った。雪。頑張ってね。パチパチパチ。基本的に仕事の内容はじゃなかったっけ？あの。とりあえずは温泉の朝ごはんよ。清掃みたいな仕事じゃなかったっけ？あんまり覚えてないけど。広いな、しかし。一つの部屋でいいよ。まあ住み込みだからかな。いや、住み込みだからこそか、もっと狭い部屋でいいな。いただきます。二人で食うんだ、うまい。たくさん食べてね。いいね、
ういえば今朝もモーニングコール聞いたの？セットしてないように流れたぞ。あらあら、あれ一度セットするとテープが終わるまで起こしてくれるのよ。恥ずかしくて死にそうにならないですか、つぐみさん。恥ずかしくて。まあ寝坊の心配なくていいわよ。そうなんだけど、ずっとあのままかよ。朝食の後、満腹感に浸る間もなくバイトが始まった。コートを羽織らされ玄関先までやってきた。じゃあ早速バイトの説明をするわね。はい。おー、かなたちゃん、これは何でしょう？デッキブラシです。え、雪かきか、ポリタンク。正解。なんだろう、近場までこう油を、灯油を汲みに。これでお水を汲んでくるのよ。どこから？後で地図を渡すけど、龍神の滝という場所に行って、そんなイベントが、そんな内容だったっけ？そこの水を汲んできてほしいの。何に使うの？料理よ。へえ、水道水の水じゃダメなんですか？一応老舗旅館だからね、水にこだわって料理を作ってるのよ。うん、これ結構大変だな。料理によっては使うけど、基本は汲んできた水を使ってるのよ。かなりでっかい。20リットル入るわ。20リットル。目いっぱい入れてきてね。20リットルってことは、それを2つ、40キロ。40リットル。あら、正解。40キロを両手で持って運ぶ。なかなかきついのでは。なかなかきついのでは。やっぱり男の子よね。普通のポリタンクって何リットルかな？あの、石油、石油じゃないわ。ストーブに使うやつ、あれ。石油ストーブに使うやつ、あれ何リットル？やってみなくちゃわかんないわよね。まあね。バイト代出ないけど。ニコニコ、ニコニコ動画。完全に落ち目のニコニコ動画さんじゃないですか。やってみないとわかんないよね。ねじゃあじゃあとにかく行ってくるよ。地図は。あ、待って。その前に。まだあるの。これこれ、この布のリュックよ。お水を汲んだ後、雑貨屋に行って買い出しもしてきてね。いろいろなんか、いろいろ頼まれてるな。お水は雪月雑貨店よ。そこしか雑貨店ないんじゃ。お財布と買い物メモ。じゃがいも30個、人参50個って、およい、届けてもらえ。そうよ、届けてもらえ。鬼？戻ってきたらバイト代を渡すわね。まあそれぐらいはしてもいいな。ええ、それとてもやりがいがあって嬉しいよ。シェンムーだったらあれだ、ノルマを達成したら次の日から時給が上がるぜ。時給じゃない、1個あたりだね。からね、それじゃポリタンクを今回40リットルだから次は50リットル。しかも40リットルで何本かみたいな、ノルマ達成したらそれがプラスされる。1リットルあたり100円として4000円が、1リットルあたり110円になって4400円になる。シェンムー世界だな。まだ違うわよ。はい、これん、なんだろう。風呂敷包みと紙切れ、これ地図と、お弁当と地図よ。友人の滝に差し掛かる頃がちょうどお昼なのよ。8時に起きて9時、3時間ぐらいかかるの滝まで。9時スタートじゃないか。うん、10時スタートで2時間ぐらいかな。結構時間がかかるのでは。お弁当リュックに入れておくわね。ありがたいよ、ありがたくないよな。はい、よし行こう。ポリタンクを持った。じゃあ行ってくるよ。まあリュックにあればな、あの人参とか家で詰めればいいな。相当きついだろうけど、しかもこの雪寒っ。この地図はいいね、この地図いいね。これサムネ使おう。つぐみさんの家がある。龍神天守閣っていう温泉宿なんだ。で社を越えて湖越えて滝、
ああでもこれサムネに使おうと思ったらあれだな、あの大体あの16対9の画角でサムネにしてるんで上か下が入りきらんな。この辺で ここまで聞いて、あ難しいな、白くしてちょっと考えよう。とっても略図、いやそんなもんじゃないの、道と場所の名前しか書いてないぞ。わからんことはないけど、単純な道取りでよかった。こう行って、でこっちの方にあれか、まあ、この道を、この道で何かわかることは何もないな。いやー雪だとつらいな。地図を取り出す。友人の社ですね。目にも鮮やかで厳かな雰囲気だ。というかこれか、木のメイクを置いて社ってのは。住野が百の参りしたんだよな、俺の無事を願って。なになに、この神社は無人です。ご婚礼祭事等でのご利用は村役場まで。へえ、この神社って無人なんだ。でもちゃんと神社としては使えるんだな。寒いの砂利ガキどもが、砂利ガキどもが凍えている。これ死んでしまうぞ。結構あったな階段。ふう、この場所から全てが始まったのである。へえ、この場所が、ほう、あの声を聞いてないのか。欲張りなあれだな。あいつはここで俺が助かるのを一緒に祈ってくれたんだ。必ず願いかなうか。俺も何かその時が来たらここで、祈ってみるか。うー寒いのの声は、そうそう、誰もいないじゃない。おかしいな、確かに声、寒いの、いいだけだけど寒いのって言ってたの聞こえるぞ耳に。寒いの、わざと言ってるだろこれは。もう近寄るな、近寄るな。もうここまで来たら誰がいるのか分かるだろう。どんどんどん、お腹も空いたのここで一旦切るか、ここで一旦切るか、お腹も空いたので切るか。絶対めんどくさい話なの分かってるからな、一旦切ろう。ここで、これじゃあまあこの後のエピソードは次回のパートで、てかこれ一旦セーブします。初めてのセーブになるけど、ちょっと疲れた。ここまでだ、パート6までいっぺんに撮りましたという、まあ裏話をしておいて、これじゃあパート7からまた再開していきましょう。スノーね、この後話がどんどん進むと思うけど、まだまだ何の、なんでだな、盛り上がりもないままここまで来てますんでね。それじゃあパート7でまたお会いしましょう。まだまだ。